こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校3年生算数三角形を調べようの2時間目の内容です。手元に算数の教科書とノート筆記用具を用意してください。前回の学習ではたくさんの三角形ができましたね。よく見るとこれらの三角形には違いがあるように見えますが、どのように仲間分けをすることができるのでしょうか。ノートを開けて今日の日付と学習問題を書きましょう。今日の学習問題はこの三角形をいくつかの仲間に分けましょうです。一度動画を止め、書き終わったら動画をスタートさせてください。ノートに学習問題は書けましたか？ではどうしたら三角形を仲間分けすることができるのでしょうか。そこで今日の学習の目当ては三角形の仲間分けの仕方を考えようです。ノートに目当てを書きましょう。動画を一度止め、書き終わったら動画をスタートさせてください。に目当てをかけたでしょうか。それでは教科書の177ページを開けてください。三角形の何に目をつけて仲間分けをしていったら良いのでしょうか。一度動画を止めて自分の考えをノートに書きましょう。皆さん、自分の考えはノートに書けましたか？はい、三角形の辺に目をつけると良さそうですね。三角形の大きさや高さ、尖り具合に注目すると人によって分け方が変わってしまいます。それでは三角形の辺の長さやストローの色に注目して三角形を仲間分けしてみましょう。一度動画を止めて自分の考えをノートに書きましょう。自分の考えはノートに書けましたか？それでは確認していきましょう。三角形の辺の色に注目すると三角形う・きは3色三角形あ・い・おは2色三角形え・かは1色なので3つの仲間に分けることができます。またストローの色が同じということは辺の長さが等しいということなので辺の長さに目をつけて仲間分けをした時も同じように3つの仲間に分けることができます。
それでは今日の学習のまとめです。辺の何に目をつけると三角形を仲間分けすることができましたか？括弧にはどのような言葉が入るでしょうか？はい、そうですね、長さという言葉が入ります。それでは今日の学習のまとめです。辺の長さに目をつけると三角形を仲間分けすることができます。三角形あ、い、おのように2つの辺の長さが等しい三角形を二等辺三角形と言います。また三角形え、かのように3つの辺の長さが等しい三角形を正三角形と言います。これは2つの辺の長さが等しいことを表す記号です。正三角形は3つの辺の長さが等しいので、このように記号を書くことができます。このように2本線の場合も長さが等しいことを表しています。学習のまとめをノートに書きましょう。一度動画を止め、書き終わったら動画をスタートさせてください。まとめはノートに書けましたか？それでは教科書179ページを開けて鉛筆問題に取り組みましょう。動画を一度止めて、問題が解き終わったら動画をスタートさせてください。それでは答え合わせをしてみましょう。正三角形は3つの辺の長さが等しいので、3は全ての辺の長さが等しいので正三角形ですね。もっと簡単に調べられる方法はないかな。皆さんはコンパスを使った学習もしましたね。コンパスで長さを測ってみると、三角形とも3つの辺の長さが等しいので正三角形ということが分かりました。コンパスを使うと三角定規よりも簡単に辺の長さを調べることができました。同じように三角形そも3つの辺の長さが等しいので正三角形ということが分かります。正三角形は三角形さ、そ、たという答えになりましたか？皆さんの教科書で測ってみると、
4センチ、7センチなので、この辺とこの辺が等しい二等辺三角形であることが分かりますね。2つの辺の長さが等しいので記号を書きます。2番です。3センチ4センチ4センチなので、この辺とこの辺が等しい二等辺三角形です。このように解けましたか？鉛筆問題でできなかったところはもう一度やり直しをしておきましょう。それでは今日の学習の振り返りをしましょう。なるほどと思ったことはありますか？動画を一度止めてノートに振り返りを書きましょう。皆さん、とてもよく頑張りましたね。動画を繰り返し見ながら復習をしておきましょう。今日の学習はこれで終わりです。